バトルの瞬間だけ出てって、あとすっげえシリアスな顔して勝てるダンスとかに寄りすぎてて、カサッと気づく瞬間があって、どっかで結果が出て、そうです、どっかでみんなが認めてくれて、はい、遊び本気、グロービーです。前回、うん、ジャッジについて話していたんですけども、はい、前回の話を受けて、うん、僕たちはどういう風じゃないんですか。はい、そうですね、というところを話していきたいと、はいはいはい、思うんですけども、うん、まあどうですか。そうです、バトルにどういう感じで出たらいいんですか。まあ、結論、うん、前回の話から僕たち的に伝えたいことっていうのは、うん、あのジャッジの判定なんてそんなもんだよっていうところですよ。僕たち的に伝えたいことって、はい、ジャッジの判定なんてそんなもんだよ、うん、だからあのそのジャッジのこの右手左手に左右されるなよっていう、うん、ところ結論言ったね、はい、がまず結論として、まあ、伝えると、はい、そんな感じだと思うんですよ、うん、それはなぜでしょうっていうところを先生に聞いていこうかな。 OK、うん、まずジャッジっていうのはその都度イベントで変わるじゃないですか、はい、なのでそのいろんな人の価値観が判定をしていくわけなんですよ、はいはい、実際で自分がやりたい踊りに合わないだっていう時はもちろん上がらない可能性があって、自分の踊りに合う時は予選上がったり勝つ可能性があるっていうだけの話 でそれにあの勝ちにこだわっていろんな人のこのジャッジに合わせた踊りをすると、はっきり言って何をやりたいかわからないスタイルになっていくわけですよ。なので自分がこれを表現したいとか、こういう踊りをしたいとか、こういう風に見せたいっていうものをバトルの中でやるっていうことが一番重要かなと。はいはいはい。やりたいことをやる。やりたいことをやってくださいと、その場で、うんうん。で、このジャッジが、その誰であろうと、それをぶらさずに、やってるやつがどっかで結果が出て、そうですね。どっかでみんなが認めてくれて、はい、で、その子が B-boy として有名になってくるっていうだけなんで。うん、そうなんですよ。なんだろう、その結果を怖がらずに、うん、なんかいろんなイベントに行った方が得だよとも思うし、うん、なんかその自分のやりたいこととか感性とかをこうトータルで見て、うん、将来的に見て、うん、あ、行っといた方がいいなとか見といた方がいいなとか、うん、そのバトルに出といた方がいいなとか、うん、感じといた方がいいなみたいなのを基準にバトルに行った方がいいというか、そうだね、その自分が選ばれなかった、選ばれないなとか負けたなとかっていうのはあまり本当に気にしなくていいというか、そう、逆にその勝ったとしても、うん、勝ったぜみたいなのもいらんというか、いらない、そのどっちもいらないっていう感じなので、単純にこう一番いいスタンスとしてはどっちもいらない、うん、なんかそのバトルって遊びじゃないですか、うん、そうみんなで集まって、うん、ブレイクダンスで遊んでるみたいな感じだから、だからそこに対してなんかこいつがすごかったすごくなかったとか、うん、勝ったからすごいプロデュースがもらえるとかっていうのは、うん、結構勘違いじゃないけど、うん、結構みんなが陥りやすい部分というか、そうね、もう僕もその昔はやっぱりそう思ってた時期があるので、うん、いろんなバトルに勝って結果を残して、うん、優勝とかをしたら有名になって、うん、プロップスが得れてみたいな、うん、って思ってたんですけど、うん、あのなんか優勝しても変わんないです。変わんない。変わんない。その自分の踊りがなんか、うん、なんかこう勝ちに勝てるダンスとかに寄りすぎて、うん、なんかダサッなんか自分の中で気づく瞬間があって、うん、あ、自分の踊りたいダンスはこうだったなみたいな、うん、こうじゃなかったなみたいな、うん、でその踊りたいダンスをしていくことによって、うん、なんかいいねって言ってくれる人たちがいるね、ちょっとなんかいたりとかしてみたいな、うん、そういうのがなんかおもろかったりするので、なんかそういうそれをやってるとやっぱりこう誠司さんが言ってるようにジャッジの違いでなんか選択肢変えてって、そうです、なんかこう落ちたりとかもやっぱりするし、うん、負け勝てただろうっていうバトルも負けたりもするだろうし、うんうん、なんであのクソジャッジみたいな、そういう時もやっぱりもちろんあるし、うん、でもそれがやっぱ面白みでもあったりするので、その通りだね、まあ、そこをあまり気にせず逆にやってほしいというか、うん、なんかそのバトルに対してなんかこう自分の意見を言う場所じゃない、うん、バトルって、うん、
だからその他人の意見で踊らない方がいいよねっていうのがもうほんと最大のことで、うんうんうん、でその勝ったとて反省点の方があるだろうし、負けたとて反省点があるわけよ。だから勝っても負けても絶対的に反省点の方があって、もちろんこの瞬間めちゃくちゃかませた、自分の中でも気持ちよかった、音も良かった、雰囲気も良かった、タイミングも良かった、でそれは自分のことをちゃんとあの瞬間良かったって褒めてあげればいいけど、でも勝てば次のバトルでまた反省出るだろうし、うんうんうん、常にこういい踊りが 100% できることってないじゃないですか。そうですね、ないですね。マイラウンド。ないですね。だから結局はその勝っても負けても反省があって、それを生かしてまた上手くなっていこうね、自分のやりたいことをより明確に表現していこうねっていうことでしかないので、そうですね。なんかその上手い人が正義っていうわけでもないから、そうだね。なんかそのイベントでなんか前のイベントでこう会った時はあこんな感じだったけど、うん、次のイベントで会った時はなんかすごい上手くなってるじゃんみたいな、とかもなんかこうなんていうの、ジャッジとこの出てる人とかもそうだし、出てる人同士でとかもそうだし、なんかそういうコミュニケーションが生まれる場だし、なんかそういうのをなんかこう目的じゃないけど、楽しみの一つとしてそうだね、それに行ってほしいなっていうところがありますね。そうだね、本当に勝ち負けのために行って柔軟してバトルの瞬間だけ出てって、あとすっげえシリアスな顔してっていうのはもちろん PC マンとかのああいうソロバトルでもうまあまあまあなんか人生かけてるみたいな感じだったらもちろんそうなるんだけど、普通のなんていうんだろう、こうアンダーグラウンドなイベントとかで行って、その感じだったらちょっともったいないじゃんね、まあまあまあそうですみたいな部分があったりするじゃん。そうですね、なんかそういう時期があってもいいのかもしれないけど、まあ、もちろんなんかそういう、なんかトゲしかないみたいな、あ、まあ、もちろんね、そうそうそう、育ってるみたいな若者がいてももちろん面白いんだけど、やっぱイベントっていろんな人がいてさ、その時にしか久しぶりに会えない人みたいないるじゃん、そういう人とこう喋る瞬間だったりとか、ね、サイバーしたりとか、まあ大人だったらちょっと飲んで話したりとかっていう瞬間が面白かったりしますね、するじゃん、だからこの全てを楽しんでほしいなって、バトルでは、そうですね、思うよね、思いますね、なんで、まあ結論どうですか、どういう風にバトルに、バトルにどういうスタンスで出てみてはっていうところ、あ、スタンス的に、はい、スタンス的にどういう感じでバトルに行ったらいいのか、もちろんなんか出るからには勝つぞもちろんそうです、はい、必要だと思うんですけど、はい、あの結論どうですか、結論本当に自分のやりたいことを純度 100% でやって、それが勝った負けたっていうだけの話をしに行くぐらいでいいと思います。はいはいはい、そうです、まあ、それを一つの楽しみとして、そう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 、バトルで遊んでください、だからあんまりこう気負いせず、そうですね本当勝ち負けにこだわりせず、本当にこう楽にあのバトルに行ってほしいし、出てほしいなっていう、そうだね、ブレイクダンスやってない人も、なんか見に行ってみようかなとか、あ、そういうのしてくれたら嬉しいなとは思います。はい、本当に。じゃあこのとこですか。はい、はい、じゃあお疲れ様です。ピース。